吉田さん、ものづくり大国日本ですね。確かにロータリーエンジンは日本人じゃないと作れないとされていましたし、そのエンジンの仕組みを分解しても日本人以外のエンジニアさんっていうのはとてもね、再現できないっていうふうに言う方が多かったって聞いてますね。日本人だけが特別にテクノロジーを持っているのか、手先が器用なのか勤勉なのかっていうところまで考えちゃいますが、まあ、そもそも民族によって得意分野があるってことなんでしょうね、きっとね。はい、ということでね、今回は全自動麻雀卓誕生秘話みたいなことをお話したいと思います。実はね、麻雀店に行くと今ね、自動でパイが上がってきたりとか混ぜてくれたりとかするんですけども、それもね、開発には並々ならぬ苦労があったらしいですよ。例えば麻雀パイがガーッと上に上がってくるときに表と裏がバラバラになっちゃうんで、これに磁石を入れようっていう発想があったみたいです。で、磁石を入れると今度、まあ、パイとパイがね、干渉し合ったりとか、機械の中でネジが磁気を帯びちゃったりとか言って、本当にうまくいかなかったらしいんですよ、うん、で、中で詰まったりとかね、メンテナンスがしにくかったりとか、うん、手入れが難しかったりとかね、さまざまなところをくぐり抜けて、今全国各地も限らず世界中に日本製の全自動麻雀卓があるわけなんですよ。で、中国製の麻雀卓ってのもね、ないことはないんですけども、枠組みだけで、大事なところ、機械をどうするかこうするかってのはやっぱり日本人のテクノロジーらしいですよね。いまだにだからジャパンズナンバーワンっていうのはそういった製造業の中に見られるなというところですかね。だから IT とかはメイドインジャパンってのはあんまりないと思うんですけども、得意分野じゃないですかね。日本人はハードウェアを作るのがすごく上手みたいな感じがあったりとか、そんなことじゃないかなと思うんですけどね。プロジェクト X の次はプロジェクト Y、 これをお待ちしております。